行くぞ。スタートまで3秒を切りました。12レース優勝戦スタートしていきました。10メートルラインのスタート、内から2番の前田潤が好スタート。1番の山浦をインコースから叩けるかどうか、ここは届きません。5番の佐藤孝也そこに迫っていく。2番の前田、5番の佐藤孝也、この2人が好スタートです。3番の岩田がインコースから抜けていく。3番岩田が2番手に上がる。木村武史がその内を救った。木村が2番手に上がりました。前田潤がインコース道が詰まった。岩田か佐藤孝也がこの辺りの2番手争い。伊藤信夫はその後4番手です。先頭1番山浦は逃げ体勢を作りました。山浦が逃げます。木村武史2番手、3番手には3番の岩田幸雄、その後ですが5番の佐藤孝也、そして8番の伊藤信夫中段です。4番の青島が続いて6番の鈴木圭、2番の前田は最高峰に下がってしまいました。1番の山浦、今節はハンデをもらっています。節は同ハンデ走るメンバー相手にこの10メートルのハンデを生かしてどこまで逃げられるか。山浦2写真ほどリードまだ保っています。残り3周、木村武史がインコースを狙ってきた。ここで木村武史が山浦を内からさばいて先頭に上がりました。木村武史先頭です。1番山浦、2番手粘る。3番手からは3番の岩田、その後は5番の佐藤孝也、8番の伊藤信夫は中段5番手。佐藤孝也をさばけずにやや苦しんでいます。伊藤信夫5番手。残りは2周回の終盤戦です。木村武史はここはしっかりと抜け出しました。リードを広げていきます。昨年走れなかった日本選手権に向けてしっかりと仕上げてきています木村武史です。2番手1番の山浦、3番手から3番の岩田、前にじわじわと接近していますが、まだ3番手佐藤孝也、連覇は厳しいか。4番手青旗振られてファイナルラップ、木村武史が抜け出した。今年はスーパースターに行くために日本選手権は頑張ります。そうすでに語っています。しっかりと前哨戦を制しそうだ。2番手は1番の山浦、この10メートルのハンデを生かして2番手粘る。岩田が3番手です。7番の木村武史だ。これがワントです。これが木村武史です。2連単7番1番2000トンで80円、2連複1と7の組1000トンで30円、3連単7番1番3番で8730円、3連複1、3、7の組み合わせ2620円。結果を発表します。